皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。そしてそして、はじめましてのゆっくりヨウムちゃんだよ。前回の最後にちょろっと出てきたけど、これからは基本的にこの3人でマリオメーカーをやっていくよ。新しい仲間のヨウムともども、これからもどうか、よろしくお願いします。ところで、なんでどうしてヨウムが出てくることになったの？それはな、動画投稿を始めてからもう1ヶ月も経つのに全然再生数が伸びないから。何かテコ入れをしなきゃってことで、私が呼ばれたんだよ。それってつまり、私とマリサだけじゃ役不足だったっていうことなの？ここだけの話をするとね、会話で間をつながないといけないとき、霊夢とマリサの2人だけよりも、ヨウムもいて、3人いた方が会話を膨らませやすいって、ウプ主が言ってたんだぜ。なるほどなるほど。納得できるわけないでしょう。気持ちはわかるけど、諦めろ霊夢。30回以上も動画を投稿しているのに、人気が全然上がらなかった私たちにも問題があったんだぜ。それに、ヨウムの立ち絵の位置ってどうなのよ。そんなところにいたら、視聴者様の邪魔になるんじゃないの。私、今はここにいるけど、何かあって邪魔になるかな、と思った時は他の場所に移動するから、その点は安心していいよ。なあ霊夢、昔から色々なアニメとかで仲良し3人組って出てくるじゃないか。私たちも、そんな感じに仲良く実況をやっていこうよ。うーん、正直まだ少し複雑な気持ちもあるけど、それが視聴者様のためになるなら、私はやってあげないこともなくなくはないこともないってこともない。かな、お前、それ自分で何を言ってるのか理解してるのか。もちろん、視聴者様は、神様です。ってことだよね。わぁ、霊夢いきなり好感度上げに来てるよ。マリサ、霊夢って今までもこんな感じだったの？さすがに、ここまでではなかったと思うんだぜ。多分、ヨウムに主役の座を奪われまいと必死になってるんだろうな。え、そうなの？霊夢、そうなの？そんなことはないんだからね。私は私らしく、これからも視聴者様第一でやっていくだけだよ。霊夢、わかりやすいね。ハテナブロックの中には、バレやブラックパックンが入ってるんだよ、だよ。多分、上を抜けて P スイッチを取りに行けばいいんだと思うんだけど、これなかなか難しそうだね。そういう時は、一回画面をスクロールさせてやればいいんだぜ。え、そうするとどうなるの？なんということでしょう。あんなにうざかったブラックパックンが綺麗さっぱりいなくなってしまいました。でもマリサ、バネも消えちゃったよ。この高さなら、バネなしでもいけるだろ。ダメージ食らうよりは、こっちの方がマシなんじゃないか。Pスイッチの効果が続いてるうちに急げー。ちょっと迷子気味だけど、こっちでいいのかな？Pドアあったし、いいみたいだね。んと、矢印の先に何かあるのか？何もないみたいだね。それじゃ、とりあえずあのハテナブロックでも叩いてみるんだぜ。中身はプリンかな？ね、そうだよね、プリンだよね。ちょっとヨウムうるさいよ。中身は、スプラトゥーンのアミーボだな。ちょっとカットします。ウプ主、スプラトゥーンやったことないから、なんていうキャラだかわからないんだよね。好き嫌いがはっきりしてるタイプだよね。あまり興味を惹かれるものはないみたいだけど、一度ハマるとのめり込んでしまうタイプだな。迷路みたいになってるけど、土管に行けばいいのかな？いきなりの水中ステージ。そして中間ポイント。ゲットだぜー。カエルマリオとか、このイカとか、水中で動きが速くなればいいのに。そういうのもあってもいいと思うんだよね。カービィのコピー能力みたいに、アミーゴの特殊能力がないと進めないステージとかも作れるよね。とりあえず、今度はゼニガメになったんだぜ。うちの企画、不思議だねばっかりでゼニガメや人影が全然いないんだよね。赤コイン回収長くなってしまったので、ダイジェストでお送りいたします。3枚目、ゲットだぜ。4枚目、いい色ツヤしています。そして最後のコイン、お待たせなんだぜ。結構時間かかっちゃったから、この先もうミスしないでいきたいね。今度は、さっきと色の違うイカさんに変身だね、だね。さっきのがワンコンカラーで、こっちがツーコンカラーとかなのかな？いやいや、それはないだろ。なんだか、またよくわからないところに出てきたね。大丈夫、私とマリサはマリオメーカーやり込んでるから、怪しいところはなんとなくわかるよ。どこかに光明ブロックがないと、絶対進めないからな。なるほどなるほど。私も、もっとマリオメーカーの勉強しないとな。ふっふっふ、この天才霊夢様は絶対に追い抜けないだろうけど、小物は小物なりに色々頑張ってみればいいんじゃない？なあヨウム、わかってるとは思うが、霊夢のプレイスキルは、あれだからな。うん、わかってるよ。プレイスキルがあれでマリサもいつも苦労してたんだね。そしていきなりの、ダーネ不思議。ウプ主大好き、不思議だねか。もう、このアミーボが出ただけでいつも顔がにやけててキモいよね。あいつの顔がキモいのはアミーボが出た時だけじゃないよ。そうだぞヨウム。
私たちも普段は我慢してるが、あいつは常にキモいんだぜ。え、そんなになの？そうだよ。しかも万年めんどくさい病を患っている、ダメでどうしようもないやつなんだよ。私そんなウプ主のところで働くの嫌だな。あ、でもいいプレイした時は、プリンとかたまにくれることもあるよ。なんだ、ウプ主最高じゃないですか。ヨウム、今回のコースはどうだった？いろいろなアミーボでしっかり遊べて、面白かったよ。では、初めての3人でのマリオメーカー、この辺で終わりにします。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。